します。今日血圧がちょっとね上がる出来事が2回ほどあったんですけど、まず1回目僕朝起きたの、最初に起きたのが午前の9時ごろで、次2回目に起きたのが11時半過ぎで、でその後こちらのパルコの島村楽器さんに電話して、今日のホットラインって参加者集合時間何時なんですかねっていうふうに聞いたら12時ですって言われて、あ、済んだと思って、そう、もうね、そこ30分の遅刻からスタートしたっていうのが今日僕のあれなんですけどね、もう本当に寝起き5分で詰めってびっくりしちゃって、はぁーっと思って、それでまずね、なんていうか昨日1回電話来てたんですよ、島村さんから。でも仕事中でちょっと出れなくて、そのままかけ直すのも忘れて寝ちゃったっていうね、一番ダメなパターンをやってしまいまして、で、まあ、ちょっとね、なんかスタッフさんの顔がちょっともう申し訳なくて見れないんですけど、本当ですはい、でそれが1個目、もう2つ目が、その遅刻してきてちょっとっとリハーサルして、でタイムテーブルをいただいたんですね。でその後ちょっと時間が空いてたんで、お昼でも食べようかなと思って食べに行ったんですね。で食べながらちょっとタイムテーブルを眺めてたら、おやって思うところがありまして、僕フォースオブセルロイドってちょっと長新しい名前でやってるんですけど、今回タイムテーブルに書かれたのがフォースオブジェラロイドになってて、え、なにこれ嫉妬深い名前になってるって思ってあーって思って、なんかちょっとね、あれ、かのミスチルさんのサインという名曲ありますがね、似てるけどどこか違うっていうそのフレーズがね、もう頭の中ぐる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 しちゃって、あー、なんか一人でも大爆笑してお店の中でね、ちょっとこの人大丈夫かなっていうふうになりました。そんな感じでね、ちょっと今日ねテンションの持ってき方がよくわかんないんですけど、あと一曲歌おうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。すいません、オーバーにやすありがとうございます。次歌います。じゃあチャイルド。
ありがとうございます。本当です。